松尾武氏は日本の牧師。第二次世界大戦前には日本キリスト教会の牧師。戦後は日本キリスト改革派教会の創立メンバーの牧師として活躍した。新海役聖書の翻訳を始めたメンバーの一人であり、総め組学園の創立者。牧師、松尾蔵主蔵の辞弟にあたる。1908年長崎県島原市に生まれる。 明治学院進学部で学び、1930年に明治学院進学部が青山学院進学部と東北学院進学部と合同して日本神学校が設立されると同校で学ぶ。1931年日本神学校を卒業、4月に日本キリスト教会富士見町教会の伝道師になる。1932年から1935年まで、 ベストミンスター神学校へ留学する。1935年に横浜大岡伝道署を開設し、同教会に奉仕する。また、日本キリスト教会鎌倉行きの下教会の協力伝道士も務める1937年、神戸の長老墓神学校中央神学校教授に就任し、旧約学を教える。1939年松尾は聖書と信仰しに、 日記信仰告白の理解と題する論文を掲載し、日本キリスト教会の信仰告白の聖書館では不十分であって、ウェストミンスター信仰告白によって補足、修正さなければならないとした。それに対して、桑田修の部は反論し、松尾の主張はカルビン神学の一つの理解の方法であるが、現代のカルバン研究の権威であるペーターバルトや、 ウェルヘルム・ニーゼルノとは違うと指摘した。そして、信仰告白は改定ではなく、進学活動の方法において満たされるべきであるとした。1941年、中央神学校閉鎖に伴い、1942年より、日本キリスト教団工事町教会牧師として、奉仕する。1945年5月の米軍の空襲により、街道が消失する。松尾は、 家族の疎開先である宮城県大松沢村に身を寄せる。1946年、埼玉県浦和市で開拓伝道を開始、北浦和の理解を設立、また総恵み幼稚園を開園する。同年に、松尾をはじめ、岡田みる、時は高沖、春奈俊明8人の牧師と信徒が、日本キリスト教団を離脱して、日本キリスト改革派協会の創立メンバーになる。 改革派創立宣言に対して、日本キリスト教団の竹森正一から、1949年5月の、福音と時代に厳しい批判と注文が出た。松尾はそれに対して、改革派世界に応答した。竹森が、改革派の人々は改革派陣営の内部で、本家争いをするつもりなのかと問うたのに対して、松尾は、ことはもちろん本家争いと答えた。 日本キリスト教団の山、長竹武氏は、日本キリスト教団の外にあって改革派教会を名乗る教会は、文化的少数派であると主張した。1953年総恵小学校を、開校、1959年総江中学校を、開校、1963年小学校、中学校を並行した。総恵幼稚園は、現在でも、 学校法人総め組学園として活動している。1954年11月23日に日本カルビニスト教会を発会させカルバン主義運動の指導者となる。1959年の日本プロテスタント選挙100年記念聖書信仰運動を契機として候補役聖書に代わる新しい聖書を求める声が高まった。1960年2月33日に 創立された日本プロテスタント振興同盟は聖書翻訳特別委員を設けて15人の委員を選出した。委員の議長に松尾武氏が選ばれ、1960年4月8日に第1回の会議が学生キリスト教会館で行われた。東京音調教会で1960年4月25日に行われた第2回会議において、 新しい翻訳聖書を要望する教派、団体に呼びかけて、その代表者たちと合同会議を開き、聖書翻訳ついての具体的な立案をすることが決められた。1961年2月20日、松尾と時は高尾堀川伊佐村聖書翻訳特別委員の代表は、日本聖書協会の総主事、宮古達ね太郎らと日本聖書協会で会見した。 日本聖書協会は、学問的な根拠があればとの条件で会見に応じた。松尾が、交互訳は、どのテキストと使用されたかと質問したが、日本聖書協会のメンバーは誰も答えられず、学問的な対話はできなかった。また、改定の要請にも全く答えなかったので、別の新しい聖書翻訳を目指すことになった。1961年3月に、 米国のアムプリファイド聖書の発行者であるロックマン財団の代表者から新アメリカ標準役聖書と並行する日本語訳聖書の刊行の打診を受けた K マクビティがつまびらか訳新役聖書の翻訳用に携わっていた松尾、船木淳一、堀川勇、牧瀬雄吉が3月27日から山晴れ館にこもって検討した。 その結果、新しい日本語訳聖書の計画を立案することになった。1961年9月25日、松尾、船木淳一、羽鳥昭、堀川勇、牧瀬祐吉らがコミッショナーになり、ロックマン財団との間に協定を結んで、新海訳聖書観光委員会を設立した。堀川が新海訳聖書観光委員会の総主事に選任して、 1961年、新海薬聖書の翻訳の準備のために、協力団体の形成と翻訳者の選定のために、新海薬聖書観光協力会が創立された。時は高岡が会長になった。松尾は新薬翻訳主任に選ばれ、ガラテヤ人への手紙の翻訳者に選ばれた。1962年8月20日に翻訳作業が開始された。 松尾は1967年3月に新海役の完成を見ないで死去する。時は高尾木、直子桜が医師を受け継ぎ、1969年10月に完成した。日本キリスト教会50年史77ページ、麹町教会は、前任の鶴仙寺が大武者になり再建するが、1952年に高輪教会と合併する。 日本キリスト教歴史大辞典825ページ、小野静著、日本プロテスタント教会史生恵組受賛書出版部、312ページ、ありがとうございます。